えジュラシックパークに出てくる、ね、恐竜描写っていうのは割とね嘘がありますよ。ジュラシックパークという映画はですね、原作は1990年に発売されたマイケル・クライテンの小説ですね。映画になったのは1993年です。で、これですね、実はベストのタイミングであの1980年代にですね、実は恐竜学っていうのはすごく進んだんですね。で、この映画一本のおかげでですね、実はそれ以前の恐竜映画っていうのがですね、すごい 古臭くなってしまいました。例えば、こういうフィギュアが売られるようになったのっていうのはですね、実はそのジュラシックパークの影響があるんです。プラティオサウルス昔はですね、だいたいこの辺ぐらいまで水に入ってて、で首だけ水から出してると。なんでかというと、 体が重いから、こんなのを陸上で維持できないというふうに言われてたんですけども、アンティラノサウルスもそうですね、尻尾が真横に向かってピンと生えて、2本足で俊敏に歩く。これもですね、ジュラシックパークのおかげでメジャーになりました。ジュラシックパーク以前の恐竜はどんなのだったかっていうと、これはあの1980年に公開されたのび太と恐竜に出てくるですね、フロントサウルスです。えー、まあ、なんでこう水の中に入っているのかというと、まあ、陸上ではですね、この重い体が維持できないというふうに言われてたんですけどもですね、ところがですね、実際これ水の中に こんな恐竜がいたとしたら。 恐竜って横隔膜がないんですよ。なので、哺乳類って水の中でも、水中でも結構生活できる。水中、僕らは水に浸かって首だけ外に出しても呼吸できると。あれなんでかってと、横隔膜があるから強制的に肺を上下させることができるんですね。でも、こいつらは、あの、膜がないので、水の中では窒息しちゃうんですよ。次、同じく1980年伸びたの恐竜です。キラノサウルスですね。直立して地面に足がついてるのがわかりますよね。古い恐竜の特徴なんですけども、 昔はゴジラみたいに直立してのっしのし歩くというふうに思われてたのでですね、こういうふうに直立してます。これがですね、1990年にジュラシックパークが公開されたおかげでですね、イメージが全部変わってしまいました。 2006年にですね、伸びたの恐竜2006っていうのが公開されたんですけども、フロントサウルス型のですね、アラモサウルスっていうやつですね。アラモサウルスはですね、現在確認されている史上最大の生物です。恐竜が滅びたのはジャイアントインパクト、いろんな名前で呼ばれてるんですけども、メキシコのですね、ユカタン半島に落ちた直径10キロの、まあ、 隕石というよりはほぼ小惑星ですよ。だって、東京都のですね、山手線の県内全部のサイズなんですから、10キロって。そいつがですね、あの、浴衣半島にドカーンと落ちたおかげで、まあ、ほぼ恐竜は絶滅したと、えー。その隕石落下のですね、70万年後の地層からですね、こいつの化石が見つかってるんですね。ということは、隕石の落下を生き残ったらしいんですよね。ということは、未だに生きてるんじゃないかというふうに言われている恐竜です。 えー、絶滅してない説の、まあ、根拠にもなってるやつですね。で、同じくですね、ティラノサウルスです。ジュラシックパークでできたのと同じになってきてですね、ちゃんと、えー、尻尾が跳ね上がってます。で、色が派手になってるのもですね、昔の恐竜の復元図っていうのは茶色とかですね、灰色とかそういう渋い色味だったのが、最近は、えー、肉食獣の、捕食獣のですね、まあ警戒色みたいなものがあったんじゃないかとかですね。あとは、 羽毛をね、つけるところまでなかなかこののびたの恐竜ではですね、そこまで最新の学説はなと思ったのかもわかんないんですけど、一応色味でですね、今っぽさっていうのを出しています。こういうのびたの恐竜で、あの、2006になったらですね、恐竜の形がほとんど全部変わっちゃったっていうのもですね、ジュラシックパークのおかげです。えー、あとジュラシックパークがですね、恐竜業界にですね、いいことをしたのは1のみなんです。 2になるともう怪しげになってきてですね。あのラストでですね、プテラノドンが羽ばたいて着地するんですけどもですね。プテラノドンはあんなでかい翼を動かす筋肉なんかほとんど持ってないので、羽ばたけないと。でも 未だにジュラシック・パークの恐竜は、あの、最新作のジュラシック・ワールド2は見てないんですけども、ついこの間のジュラシック・ワールド1までは延々羽ばたいてますからですね。ここに関してもなんかね、ハリウッドはですね、本当より見栄えを優先する姿勢崩してないですね。えー、ジュラシック・パーク3に出てきたのはスピノサウルスってやつですね。テラノサウルスってね、サイズがでかいんですよね。 ティラノサウルスって大体10メートルぐらいのサイズなんですけど、こいつは15メートルぐらいあったんです。えー、1915年にエジプトでですね、化石が見つかったんですけども、展示されたのが運が悪くミュンヘン博物館なんですよね。なので、第二次大戦でイギリス軍の空爆にあってですね、ミュンヘン博物館、あと方が形もなくなって、実はスピノサウルスってミュンヘン博物館にしかなかったのでですね、この地球から証拠が一切消えちゃったんですよね。 なので、ジュラシックパーク3でスピノサウルスをやるときは、かなり好きにできたんですよ。今見たら無茶なんですけども、あのスピノサウルスがですね、海、あの、海から上がってきて、ティラノサウルスと戦って勝つっていうことをやってて、 まあ、誰も文句言えなかったんですよ。なんか違うような気がすると思ったんですけども、2014年ですね、モロッコでもっといい母の骨格が見つかってしまってですね、こいつはあの、顎も小さくて幅も小さいからですね、とてもティラノサウルスと戦えるような恐竜じゃなかったんですね。でも、なんと言ってもですね、ジュラシックパーク3での最大の嘘っていうのは、まあ、ジュラシックパーク3に限らず、ジュラシックパークシリーズの の嘘っていうのはティラノサウルスなんですよ。もう今のあらゆるこのフィギュアもそうなんですけども、ティラノサウルスの復元図とかですね、映像とかでも全部嘘をついてるんですけども、歯がむき出しなんですよね。で、この歯がむき出しの復元図は、大体嘘だと思ってください。これね、かっこいいからこうしちゃうんですよ。ところが人間ってね、歯をむき出しじゃないですか。ちゃんと唇というのがあると。この唇というのは何かっていうと、よだれ、唾液がだら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 外へこぼれないために僕らはこれついてるんですよ。で、この、 唇がなかったら人間っていうのは、たいあのい、毎日毎日1.5リットルの水分を失うと言われてるんですね。で、人間が生きるのに必要な水分量が1.5リットルだからですね、唇がなかったら人間っていうのはなんか、取った水分を永遠に出ていくだけでですね、まあ生き残れないわけなんですけどもですね、ところが、牙を剥き出しにしちゃう。なんでかっていうと、ワニが、 牙剥き出しだからです。で、ワニっていうのは基本水中にいる動物だから牙剥き出していいんですよ。水分補給できるから。ところが地上にいる爬虫類っていうのは基本的にこういうふうに。 歯を剥き出しじゃいけないというのは分かっててもやっぱりね、この方がかっこいいからなんですよね。あとね、ティラノサウルス、ジュラシックパークでシリーズです。いつも全力疾走で走ってますけど、走れません。そんなスピード出せないです。だいたい時速ね、12キロとかね、15キロぐらいと言われてるので、人間が全力疾走しているよりはちょっと遅いぐらいの 速度です。この時代にティラノサウルスがですね、食べていたであろうですね。この辺の恐竜ありますね。この装飾恐竜。こいつらの速度、軒並みティラノサウルスよりめちゃくちゃ速いんですよ。なので、走ったら追いつけないんです。じゃあ、どうやって食ってたのかっていうと、こいつ頭脳線が得意なんですよ。見てわかる通りですね、正面から見たらですね、目が両方とも見えてますね。つまり物が立体視できると。で このフィギュアね、まだね、強そうに見せるために、ここの幅を広く作ってるんですけど、実際はこの微量の幅がもっと狭い。なので、脳が割と巨大なんですよね。で脳が巨大で立体視ができるので、かなり頭が良かったんではないのかっていうのが、まあ今のティラノサウルス像です。なので、こいつらがいるところにギリギリまで隠れてて、もうひょっこりはんですよ。で、油断してるところにひょっこりはん出てきて、ガブッと食べるというのが、 ティラノサウルスのやり方であってですね。あとね、あの、これも映画ではね、書けないんでしょうけども。 ティラノサウルス対トリケラトプスってよくあの映画の中に出てくるじゃないですか。これ本当なんですけども、この状態になったらほぼティラノ勝てないんですよ。っていうのは、トリケラトプスってまあ臨床打者と四つ足。で、四つ足の肉食獣ってね、さっきも言ったように移動がめちゃくちゃ早いんですよ。なので、この状態になると大体こうなってしまって、大体こうなってしまうんですよね。あとジュラシックパークでね、まあ嘘ついてとこって、ね、あの、吠えないです、ティラノサウルスん なんでかっていうとですね、生体がないんですよ。なので、まあ、あの、全く音を出さなかったかっていうと、ボーンみたいな、音は出したかもわかんないですけど、ガオーって吠えるみたいな生帯自体がないのでですね、ティラノサウルスは吠えません。さっきも話したようにですね、まあ、歯がむき出しであるとかですね、本当は走れないとかっていうのが、なんでこの復元図でも残っているのかっていうと、やっぱあの、恐竜学者の人って、 他のね、学問と一番違うのは趣味人が多いんですよ。つまり、もともと子供の頃からティラノ好きだとか、あとトリケラトプス好きだとか、あとプロントサウルス好きだっていう人がやたら多いので,ですね。もう子供の頃に憧れて入ってきてるんで、復元図もやっぱりちょっとでもかっこよくしてしまうし、ちょっとでも皆さんかっこいいでしょって思ってもらうというふうにしちゃうそうなんですね。なので、なんかあの、ここら辺の恐竜の嘘に関しては、 嘘をつくというよりは、なんか愛するあまりのちょっとしたこの盛り付けみたいなもんがあると思ってください。